はい、わかつ。楽しんでて。はい、わかつ。みんなありがとう。わかつ。最後の枠だわ、今日。今日もありがとう。今日も楽しかったよ。なんか音楽の用語にバイブスとかいうのあんの知ってる？なんかバンドやってた時、その友達から教えてもらったんだけど、バイブスってみんな聞いたことある？音楽の用語とか、なんかスピリチュアリストとかもよく言うんだけど、バイブスって。バイブスって振動とか波動のこと言うんだよね。で、ミュージシャンってほら、空気を操るのが仕事なわけじゃん。空気の振動が音なわけだから。だから、自分の中に反響する正しい心とか魂みたいなのをバイブスって呼んで、そのバイブスが声に伝わって、その声が空気を振動させるから、いいバイブスを持ってるか、悪いバイブスを持ってるかっていう。広告ありがとう。バイブレーションとか言うじゃん。グッドバイブスとか。いいバイブス持ちたいよね。よく振動したいよね。たくみさんいらっしゃい、わだつ。ていうか、たくみさん最近コメント打たないよね。ロム線だよね。まあ、もう長くなってくるとね、全部知ってるからね、コメント打つこともなくなってくんだよな。いい感じに、いい夫婦みたいになってきてるんだよな。新規リスナー捕まえていかないと、やっぱ新しい流れは作れねえよな。俺のこと知らん、俺のことよりも、俺のこと詳しいもんね。最近基本ロムだよね。まあ、しょうがないけどさ。心で通じ合えるかっつうか、だから、その、反響、いい音色を奏でるかみたいな感じだ。心の、お互いの波長、波形が合うかみたいな。お互いが持ってるバイブレーションが合うかっていう。はい、ワード2。会話しなくてもそういうの分かりますよね。目見たら分かるよね。人間って。目とかオーラとかいうのかな、分かんないけど。感じるものはあるよね。姉ちゃんいらっしゃい。コメントしたら NG になりました。NG ぶっ込まれたの？匿名でコメントしたからじゃないの？分かんないけど。雰囲気とも違うんだけど、俺オーラって目の色だと思ってるけどね。目の色と顔つきかな。顔ってね、やっぱね、言葉よりも雄弁に語るとか言うけど、顔つきで修羅場くぐってるか、優しい人なのか、くだらない人間なのか、だらしないやつなのか、全部わかるんだよね、顔って。顔つきね。元の顔じゃなくて、表情筋ね。ハイBSを文に入れたらダメだった。バイブス？ああ、バイブだから。ニコ生のコメント厳しくなってんだろう。和道さんと浅井さん雰囲気が似てる。直感人間だからね。俺ほら、言葉雄弁に使うけど、俺が言葉上手くなった理由って話したことあったかな？なかったら、今あえて語ろうと思うんだけど、俺ってもともと失語症になったことがあって、3週間一切言葉喋れなくなって、言葉を発しなくても心の中でワードを唱えるじゃん。人間って。でも、俺、そう、人間不信になっちゃって、言葉を3週間一切話さず、ね、心の中で自分の中の言葉っていうのを一切話さずっていうのを3週間続けたの。そしたらすごい特殊能力を得て、相手が言葉を話さなくても何を考えてるのか、すごい洞察力を得るようになったの。要は超能力者になったんだよ、俺はその瞬間に。で、今度はね、全部の言葉を聞いても嘘ついてるか本音で言ってるか分かるようになったの。目を見たら。ね。そしたら今度は自分のことが説明しなくちゃいけないわけだから、言葉を武器に変えたんだよ、俺は。言葉を武器に変えたの。そう。だからツールとして後天的に覚えたの。だから俺普段物静かなんだよ。普段、その、スイッチとかトリガーを発動させないと、スイッチ入れないと俺はワード使わないの。うん、意味ないんで。俺にとってやっぱ言葉っていうのはツールだから。あくまで。人間の本質ではないから。俺わかるよ、ぶっちゃけた話。本物か偽物か。一時的にじゃない、今でもわかるよ、そんなの。うん、だから、年齢の壁越えることができる。年齢、職業、性別、肩書きの壁を俺は越えて人と仲良くなれる。うん、これ俺の特殊能力だから。で、ピュアな子供とか動物と仲良くなれるの。俺は動物もわかるから。だから釈迦の言葉がわかんの。鳥言語わかんの。なんでかって。心がわかってんだから、あとは音を覚えればいいだけじゃん。でしょ？こいつが悲しい時はこの音奏でる。こいつが怒ってる時はこの音奏でる。こいつが優しい時こういう音奏でる。経験だよ。言語はいらないんだよ。うん。だからそれが昔の人とか仏教とかでは霊力って言ったりとか、ね。フォースって言うでしょ？スターウォーズだと。ドラゴンボールの気だとか、オーラとか、念だとか。俺はそういう特殊能力があるっていうことは体感で分かってる。そう、言葉を超えてるんだよ。うん、ね。第6の感覚が言語なの。うん、感覚、触覚、味覚、聴覚、嗅覚。で、6番目の感覚が言語なの。で、言語を超えたものが数学なの。それを超えた直感を持ってるの、俺は。うん。それはあれだよ。ほら。うん。俺、鳥言語喋れないからだろうね、多分。坂の気持ちは全部わかってるんだよ、俺は。だから俺が、鳥言語喋れないから。だから俺が鳥言語を覚えたらもうラブラブですよ、釈迦とは。うん、釈迦のことは全部わかってるから、俺は。今日、和道のことかばってたリスナーは本物。愚問だね。愚問だね。そこにリンゴがありました。リンゴを美味しいものと見るのか、嫌いなものと見るのか、まずいものと見るのか、尊いものと見るのか。あなたはお腹が減ってますか？あなたはお腹いっぱいですか？リンゴを過去に美味しいと思いました。リンゴに悪い思い出がありました。要はね、リンゴがそこにあるっていう真実、現実と、リンゴがここにあるっていう現実とね、リンゴをどう感じるのかっていう真実は違うんだよ。俺から言わせたら。俺はただ現実を見せてるだけだから。わかる？現実を見せてるだけ。真実はみんなの中にあるんだよ。どういう人間になりたいのかだよ。どういう人間なのかだよ。俺はそれしか信じないから。みんながどういうコメントを打ってるのか、俺は的確に捉えてるよ。それは俺にとっての事実だから。事実は作れるんだからね、みんなの中で。事実に事実を重ねていくんだから。ただ、真実の解釈を歪めると事実は変わってくるから。要は地獄でやってろと。俺は天国にいるから。天国に来たければこっちに来いって。地獄の奴ら相手にしないよ。結局、ね、人の悪口、妬み、そねみ、恨み、こういうものを吐いてる人間っていうのはそれにつきまとうから、全部ブーメランだから、人生は。全部ブーメラン。いや、俺はね、本の情報は信じない。本っていうのはフェイクだから。俺にとっては。そう。人の話もフェイクだから。真実。俺にとっての事実、真実は何か。俺が経験したことなんだよ。俺の人生で見たもの、触れたもの、抱きしめたもの、感じたもの、舐めたもの、匂いを嗅いだもの、見たもの、聞いたことだよ。それ以外は全部フェイクだよ。それは全部フェイク。だから俺と、ね、俺とトゥルーしたかったら俺に合わないとダメだよ。じゃないとフェイクだよ。そう。俺とトゥルーをしたかったら俺とリアルで会うことだよ。俺と情報を共有することだよ。だから一生フェイクに振り回されてろよ。俺から言わせたらそんな感じだよ。俺和道だもん。俺からしたら全部フェイクだから、世の中。で、フェイクに振り回されてるフェイクな奴らがいるだけだよ。俺と一緒に飯食って、俺と本気で夢を語り合って、俺と夢を共有したやつだけが、俺と同じステージに来れるんだよ。うん。それ以外俺は関心がない。俺はずっと手を差し伸べてきてるから。その手に唾を吐きかけるやつと、なぜ俺が組まないといけないのか。くだらない。交わす言葉はないですよ。結局ね、本物っていうのは歴史が証明するから。時間が証明するから。真実は必ず勝ちますよ。真実に勝るものは世の中にないから。俺はそれを知ってるの。なんでかって。言葉が降ってくるから。神の思想とリンクしてるから、俺は。繋がってるから。子供の頃から分かってるから。むしろ子供の頃の方が分かってたね。うん、理屈じゃないから。わかる。でも、俺が今こうやって本気でメッセージを伝えてるわけじゃん。ね。俺のバイブレーションを解放してるわけじゃん。だからいつも俺、配信の初期には言ってたの。俺っていう CD プレイヤーにプラグインすんのはお前だかんねって。お前らリスナーでしょって。ね、ヘッドホンつけてんだったらプラグささねえと意味ねえよって。じゃあ、プラグさすってどういう意味ですかって。心開いて聞いてんのって。目見開いて聞いてんのって。耳だけじゃ伝わんねえぞって。感じろっつってんの。俺が一生懸命本気でぶつけてるものをパッシブしてんだからレシーブしないと。でしょ？パッシブにパッシブしてんだから。ダメですよ。パッシブにパッシブしたらぐちゃぐちゃだから、世の中。役割を考えろ。お前がパッシブするんだったら生主やれ。俺は伝える側だからパッシブする側だから生主やってんだよ。俺リスナーじゃねえんだ。闇将軍がどうとかサノッチがどうとか関係ねえんだ。おめえらリスナーでやれ、そんなもんは。2チャンネルでやれ、くだらねえ。俺にはやることがあんだよ。役割がちげえんだわ。俺の意味分かってねえってことはプラグインしてねえってことだから。プラグを今すぐさせ変わりたかったら。さしてみ。人生変わるから。俺が何人のリスナーの人生変えてきたか分かんねえんだよ。分かるか？どんなに本気で伝えてる奴がいても本気で聞かなかったら何にも意味ねえからね。そう思うんだったら今すぐ一眼レフのカメラを俺に送れ、バカ。うん、バカが。俺に今すぐ一眼レフのカメラを送れ。言葉じゃ伝わんねえっていうのはそういう意味だ。カメラが追いついてないと思ったらお前が気づいたんだから。お前が買わないで誰が買うんだよ。そういうことだよ。カメラに文句あるんだったら、お前が人生変えろ。お前が俺のことをバッチリ終えるカメラ作ったらみんな幸せになるわ。これ見てるやつら。俺の音をもっとクリアに聞きたかったら、もっといいマイクをよこせ。わかるか？俺の声をバッチリ聞きたいからこういうリスナーがいるんだよ。俺の配信ちゃんと見たかったらパソコン送るんだよ。俺が言ってんのそういうことだよ。その代わりそいつだけは本気で言っていいから。おい、ワードつって。お前はパッシブしてんのかつって。俺はお前にカメラとマイクをパッシブしたけど、お前カメラをレシーブしといて、お前はメッセージをパッシブしないってどういうことだ？ここで初めて成立するんだよ。何もレシーブ、何もパッシブしてないやつが、何レシーブもしてない。何をパッシブしてんの？パッシブしてレシーブしてからパッシブでしょ。バカでしょ、本当に。だったら逆にダメなカメラ送れ。今すぐ俺にバカチョンカメラを送れ。インスタグラム今すぐやめてやるわ。バカチョンカメラで24枚写真撮って送り返してやるわ。それが俺のスタイルだわ。わかりる？わかりる？つまり俺が言いたいことは、俺をスーパースターに変えるのか、俺をただの気違いに変えるのか、お前ら次第なんだよ。お前ら自覚ある？俺をジョン・レノンにするか、俺をただの気違いにするか、お前らに委ねてんだよ、俺は。こんな男いた？今まで。人の人生を操れるんだよ。人の人生変えたことある？ないでしょ。変えてみたくない？俺の人生を。一人の男を、こんなに底辺の男をひっくり返すチャンスがみんなにあるんだよ。こんなことはなかなかないよ。あ、俺赤ちゃんだから。俺赤ちゃんだから。赤ちゃんって最強なの。最強っていうかもはや無敵なの。赤ちゃんってギャーって泣いたらうんこ変えてくれんの。ギャーって泣いたらおっぱいが来るの。ギャーって泣いたらあやしてくれるの。ギャーって泣いたら寝かしつけてくれるの。俺赤ちゃんだから。お前らが親。役割があるから。俺は赤ちゃんを演じきるから、完璧に。完璧に演じきるから。その代わり抜群に可愛いからね、俺。お前らが予想以上に可愛いから。無邪気って言うだろ。赤ちゃんって無邪気だなって言うだろ。邪気が入ってるから。俺の中に狂った邪気があるから。わかる？邪を備えてるのが赤ちゃんだから。とんでもなく凶暴だから、そこは気をつけろよ。あー、かわいいね、ワドーってやったら急に目つく可能性あるから。そこはお前ら大人なんだから、お前ら自己責任だよ。子供目綺麗だなってズブっていくぞ。これよくある話だから、赤ちゃん目つくからな。空手家は、顔仕留めるぐらいの、一本の点で、蚊が飛んでるのをこうズブってやるぐらい難しい声な。赤ちゃんは無邪気だから行くかんな。仕留めるから。記者代5万も欲面できねえやつが俺と会えると思うなよ。自分のことは自分でやれ。甘えんな。交通費ぐらい自分で稼げ。俺に会いたかったら100万握りしめて、バイトしてろ。1ヶ月で5万ぐらい作れるわ、本気出したら。そっからだわ、まず。なんでも俺に頼るな。バカが。悪い癖だぞ。分かってねえな、本当に。俺の役はまだ分かんねえの。バカなの、本当に。うん、ダメだな。まるでバイブスがダメだわ。バイブスが汚れている。お前のバイブレーションいらないわ。うん、俺の気持ち全然分かってねえわ。うん、俺5万円欲しいなんて言ってねえわ。5万円っていうパッシブに対して、俺がパッシブしただけだわ、それは。わかる？俺にレシーブしてもらいたかったら、ちゃんとパッシブしろよって話を、まず理解しろ。俺からパッシブしてねえわ。無理だったら、無理なこと言うな。夢を見るな、バカが。できることをやれ。無理をするな。できることだろ、まずは。まずはできることだけ考えろ。今俺のために何ができるのかだけ考えろ。残り8分間、残り8分30秒、俺のためだけのこと考えてみろ。たった9分で俺の人生変わるぞ。For you だろ。その時俺が初めて動き出すんだ。俺というモンスターがお前のために動き出すんだろ。まずは自分からやれ。バカ、ほんと分かってねえな。バカばっかりだな、ほんと。ダメだ、日本終わりだよ。俺は求めてねえから。俺に100万円渡して俺のことを喜ばせたいんだったらっていう前提があるだろ。バカなの。バカなの。うん、バカはいらねえから、うん。ひねくれたバカほど可愛くねえかんな。うん、バカならバカらしく素直にしろ。可愛げがねえんだよ。俺は何も求めてない。なぜなら俺は全てを受け取るから。うん、赤ちゃんだもん。与えられたもの毒でも何でも受け取るしか選択肢がないんだよ。可愛い可愛い俺に褒美以外を与えるなんて俺は考えつかないから。うん、俺の可愛さが褒美を吸い寄せるんだ。俺に選択肢はないよ。与えられるのみだよ。まあ、ついてこれないだろうね。すげえレベルの高い話してるから。まあ、俺が言ってること理解したやつどれくらいいんの？俺の言ってる意味理解したやついる？こん中に。俺今宇宙の真理を語ってるんだよ。金なんて腐るほどあるわ。金なんて腐るほどあるわ。アホかよ。ポンコツ。まあいいや、俺も女と電話するから、もう5分で終わりにするわ。お前らアンチと話してもしょうがねえから。うん。俺は有意義な時間過ごすから、女と電話して寝るわ。うん。ああ、そうだね。とにかく俺のためだけに行動しろ。いいが、すべて忘れてくれ。俺からの一生のお願いだ。俺から本気でお願いする。俺のためだけに生きてくれ。それ以外のことは今は考えないでくれ。頼む。そしたら俺は幸せだ。ハッピーだ。全人類が俺のためだけに生きろ。いいか。そしたら俺はものすごーく幸せになれる。いいか。頼んだぞ。それ以外のことは何も望まない。俺はそれだけを望むよ。それがきっと俺にとってめちゃくちゃいいことだと思う。世界のことなんか知らない。俺は。わかった。俺のためだけに生きてくれ。よろしくな。お前らにしかできないことだから。俺にはできないから。そりゃそうでしょう。俺の平和が世界の平和でしょう。ありがとうね。が、寂しいかもしんないけど、あと3分で、お前らとはお別れだ。はっきり言う。見返りは一切ない。俺に尽くしたとしても、おそらくその 1% も返ってこないだろう。だからお前らには、与える喜びを知ってる人間になってもらいたい。その経験が、いつか財産になると俺は信じてる。だから、与えても帰ってくるとか、見返りがあるとか、幸せになれるとかは、今は一切考えるな。そこに関しては俺は、全然責任を持つつもりはない。俺は、俺のことだけ考えてる。どうか俺のために生きてくれ。俺の喜びが、お前らの喜びになってくれ。そしたら、すごく俺は幸せだ。だんだん伝わってきたな。だんだんゆっくり伝わってきたわ。いいよ。感じてる？気持ちよくなってきたろ？なんか自分が誇らしいだろ？なんか自分がかっこよくなったろ？生まれて初めて嬉しいだろ？そう。そんな気がするだろう。そのままでいこう。どうか夢なら覚めないで。オールフォアワン。ワンオブワン。はい、一緒に。オールフォアワン。ワンオアワン。OK。はい、明日までの宿題です。明日までに、ちゃんと模範解答用意してきてください。お疲れ様です。お疲れ様。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。